小山市城東店に訪問です。ちょっと来ない間に食券制では、買いに行きましょう。こちらでの注文はいつも同じチャーシュー麺と餃子5個、お土産もこちらで買うようです。今日はめっちゃ暑いですが、ラーメンは食べます。オープンは11時半なんですけどね、もう少し待ちましょう。駅南店より味が濃い気もしますが、気のせいですかね。ラーメンも餃子も安定の味です。焦げ目が今日は美しい。ごちそうさまでした。小山市のソウルフードですね。チャンネル登録お願いします。